はい、こんにちは。両事レディオ4針目、えー、始まりました。で、今回はですね、ちょっと、えー、ビジネスライクなお堅いお話なのでん、なんかタイトルとかにあまりピンとこない方はスルーしてください。その代わり、あのー、同じようなね、境遇の方にはすごく響く内容なんじゃないかなと思って、はいえー、ちょっとね、硬いんですけど、うんと、お答えしようかなと。 思いますで少し前にあのいただいたメールがあの今回の回のね発端なんですけれどまああのタイトルには書いてあるように「職人って最強鳴、えー、かず飛ばずから脱出する」っていうね、えー「職人が生き抜くためにはビジネスマンになるべき」っていうなんかちょっとねあのかいい <laughs>、えー、タイトルをねつけたんですがまああのその少し前に頂いただいた メールってていうのが、えー、ありまして僕はねほんとあのー、一応一人で仕事始めて今年でもう丸々16年やってます24の時に、えー、お店立ち上げましてでもう紆余曲折ねあって今に至るんですけれどまあその で年収とかね稼ぎに関してはそこまでねすごい数字にはなってはいないかもしれないですがでもやっぱり16年間ねあの続けてきた、えーとまあ、ノウハウというか生き抜く術というかそういうのはあのずっと例えばサラリーマンやられてきた人とかこれから独立を考えてる人に比べたら、えー、とそういったね知識単価が。 えもう実体験としてあるんでその点に関しては僕はこうやってきたっていうアドバイスはもうあの出るきることがねたくさんあると思うんでで今回ちょっと頂い,いてたえっと <laughs> 質問っていうのがすごくそれにマッチしてたのでちょっと紹介してえ質問にお答えするような感じでね行こうかなと思いますでまあその頂い,いたメッセージ えっとね、ざっくりちょっと端折りながら文にしたんで <laughs> 読んでみますね。えー、りょうじさんはじめまして、以前より、えー、ライトニングやデイトナなどの雑誌等で拝見しておりました。ありがとうございます。最近はね、あんま出ないですけどね。<laughs> 前は結構もうレギュラーみたいな感じでライトニングにはちょいちょい出てたんですけど、もうでも10年前ぐらいの話なんでね。で、えーっと、 あえー、年も私と近く勝手に親近感を抱き、えー、りょうじいさんの活動は、えー、ブログ SNS 等で拝見していましたが、えー、つい最近 you で、YouTube、え、で、ー、お姿を拝見し、すごい同年代ぐらいなのにね、結構硬いですよね、えーえー。お姿を拝見し、えーっと、質問コーナー等も設けられているようなので、思い切って、 えー、このメールを差し上げた次第です。<laughs> で、えっ、ー、とね、私は41歳で、今年で独立して5年目になります。えっ、ー、とね、ちょっとょってと、え、ま、っあ独立してるその仕事の内容っていうのが、えー、カバンの修理や財布の修理などを受けるお店を <laughs>、えー、営んでいます。で、当初は店舗で、えー、あ、店舗を借りて、 えー、営業していましたが資金難に陥り今は住宅あそう、えー、在宅ですね僕と同じスタイルですね家を、まあ、作業場にし,して作業しているような、えー、営業形態になりましたとで、えー、率直な質問です小規模個人事業主が儲けを出しながら、えー、長く続けていくのに何か特別なことはされましたでしょうか良じいさんは 好きな車に乗ったり、サーフィンをしたり、ガレージ付きの家を建てたりなど、今の自分からすると、どういう仕事を稼ぎ方をすれば、そういう風になるのか、全く想像がつきません。ぜ、え、ひ、ー、何かヒントのようなものがいただけたら、アドバイスお願いします。というね、ことなんですが、これ、えっ、ー、と、まあ、響かない人には全然響かないと思うんですけど、あの、同じような境遇の、 方にはめちゃくちゃ響く内容だと僕は読んでてすげえ思いましたねで実際のところ僕の、えー、そうですね独立してからうーんまあ56年目下手すると10年目ぐらいまでは本当ねこの感じすごいわかりましたあのー、まあ同じ事業をやってる人じゃないにしろねあの他を見て、えー家 とね、ガレージ確かに建ててて仕事してる方もい,いたし、うん、なんかこう週の半分ぐらいね遊んでる感じででも自営で仕事してる人もいたしなんでそういうふうになるのかなっていうのは僕もすごい思っていた時期があってものすごくねなんかまあ悩んだっていうよりどうやったらそうなれるかなっていうのはなるんだろうっていうのはずっと考えながら仕事をしていって。 でいろいろあれこれってやってるうちにまあ今の風になったっていうのがうーんと実情でだからまあ当時ねこうしたらこうなるからこれをやろうって思ってやったわけじゃなくていろいろ試していった結果今こうなって、えー、それを思いなこ思い返せばあなるほどなこういうことだったんだっていうのを、えー、このご質問ねいただいてうーんとまあ、分かったというかそれでねえっとまあ ざーっと今回メールいただいた文章を読む限り、まあ今僕が話したこと以外のこともいろいろ書いてあったんですけれど、で、ウェブも,おも持ってるみたいで、ホームページも拝見させていただきました。で、まあなんかこうざっと見て、えー、っとね、この質問いただいた方、まあちょっと仮に S さんにしますけど、S さんの、えー、っと悩みを、まあ、解決というか、 S, S さんに対してアドバイスするとしたらうーんなんかちょっとね上から目線みたいなものの言い方になるかもしれないですけどこれが必要なんじゃないかなと思ったこと3つねあのー、ちょっと抜粋して、えー、お答えしようと思いますでまあ同じ境遇の人方なんかは本当にうんもしかしたらねなんかえー あ,あなるほどって思っていただける方もいるかもしれないのでうんでねまず一つなんですけどあの事業をやってらっしゃってその内容がまあカバンの修理とか財布の修理とかがメインのようなんですねどうもウェブなんかをも見ますとねこれは僕が始めて仕事始めて10年目ぐらいから気づいたことなんですけど あの修理だけとか、うん、と車、バイクの場合だったら整備だけとかあの、そういう整備しかしないとか、修理しかしないっていうのは、うん、と要は、お客さんから持ち込まれないと仕事ができないわけじゃないですか、自分からの発信じゃなくて、えー、お客さん主体の発信というかね、仕事というか、それがないと成り立たない。 これは確かにでも整備とか修理って技術もいるし、うん、とすごくねあの職人のスキルとしては高いものがないと成り立たないもんだと思うんですよでもそれだけだとやっぱりその波もあるしえっ、ー、とね値段の例えば競争みたいなものもあったりすると思うのであのそれだけじゃやっぱダメなんですよね僕らみたいな仕事っていうのはまあそれだけでも食っていける 人ももちろんいるかもしれないですけど基本的には、うん、僕はあんまり整備だけとか修理だけっていうのは良くないと思っていて例えばだから、えー、車屋さんバイク屋さんだったら、えー、中古車仕入れて売る販売,を販売の,その収,収入源を持つとかうんとカスタムしてね付加価値をつけるような作業も入れるとか。 うん、で僕がこのね授業こういう授業やってて一番あこれはやっててよかったなって思ったのはあの自分のブランドを持って売るんですよいうの,のは要は自分が例えば、うん、と作って売るでバイクのシートをうちはあの量産量産でもないから最近はあの汎用品をね作って売るようになってからがすっごく安定しました。 あのお金の収入のこう波がねあんまなくなってっていうのはえっと自分で作って要はうちの場合だったらシートの貼り替えの業務が少ない時に自分で作ったものを売るっていうことであのそのねなんでこ今月頑張って来月ちょっと休みたいなみたいなふっと思ったらもうとにかくいっぱい作って。 で赤字にならない程度でそれを売りさばくと、うん。もう手法はどうあれ、オークションなり、なんかちょっと,、えー、と2、3台分まとめてほしいなんていう業者さんがいたら、じゃあちょっと捕まえて共犯で鉢掛けでいいですよとか、もうとにかくその、えー、赤字にはならない金額で、えー、作って売る。生産性を持つっていうのがすごく大事です。で、特に、えー、S さんは、えっ、ー、と、修理とかしかしてないみたいなんで、 なんでまあ、僕がもし同じ S さんの立場でこの仕事してたら、まあ、例えば修理全般メインのお店の目線から見たななんだろうな壊れにくいカバンとかね壊れにくい財布とかねそういうのを、うん、試行錯誤して作って、えー、売る生産性を持つっていうのはすごい大事ですね。うん、で えーとね各言う僕も汎用品のシートは今でこそもう10年近く作って売れ続けてますでまあ波こそあるんですけどまあ何セットか月に出るし、えー、まとめてくるときはすごいまとまってくるしでなんか今月もっと稼ぎたいなって思ったらやっぱりたくさんねその汎用品作って、えー、売るなんていうことも未だにやってますね。で えー、シートのねカスタムシートじゃないそのバイクのシートをそうやって販売するまでもう実はいろいろねこの生産性をも持とうと当時はまあ思ってはないですけどなんか穴埋める商品作んなきゃと思って一番最初に作ったのはえっ、ー、とねクッションでしたでそれもまあ普通に売ってるのじゃ当然あの埋もれちゃってね売れないんで えー、例えばこうチェック柄の生地を剥ぎ合わせて合皮で作ってみるとか、えー、ダイヤモンドステッチのパターンを入れたクッション合皮でねちょっと質感のいいやつで作ってみるとかあとはね、えー、スパイダーステッチですねあのクモの巣のステッチをクッションに入れてでそれそういうのってね売ってなかったし今も売ってはないですよねそれを作って売るとかってやってましたでねそれが結局 えーとね、原価でいうと、まあ、当時は業者さんとか全然知らなかったんでヌードクッションを手芸屋さんに買いに行って1個400円とかで生地の端切れ使って、まあ、材料原価でいうと多分1000円いかないぐらいだと思うんですけどでそれをとにかく作ってでヤフーオークションとかでですね売り飛ばすと何、まあ、やかんやで1000円以上には絶対なるっていうことが分かったんですよ。 でまあ、当時の僕っていうのはすごくね単純なんであ1,000円原価1,000円で投げ売りしたら1,000円以上で売れるじゃんみたいなだからプラス例えばそれが2,000円で売れたら、えー、10個作れば1万円だみたいな,なんかそういう本当にもう単純明快な計算であだったらこれをとりあえずたくさん作って売ればいいやと思って、えー、時いっは月にねすごい数作ったこともありまして。 でもねその生産性を、えー、持ったことで、えー、例えば作ったクッションを、えー、ある、ね、カフェにプレゼントしたらそのカフェの、えー、とお客さんでたまたま某大官山のセレクトショップに、えー、服を卸している方で「えー、何このクッションいいじゃん」っていう話になってでうちのオリジナルのクッション作ってくれないかっていう話が来て。 えー、月にね120個ととか作ったこともありますなんで自分のやっぱりオリジナルのブランド持つっていうのは売れる売れない別にしてそうやってこう自分の存在をねアピールするきっかけにもなるんでやっぱりないよりは絶対あった方がいいと思うんでなのでまあ修理、えー、だけにねとらわれるんじゃなくて修理する技術があったら多分作るっていう技術もあると思うんで。 あのそういうオリジナルの、えー、アイテムもね何かしらいろいろ作ってみてで当たるものがあるとは思うんで,でそれを少しずつ増やしていけばあの売り上げがだんだん立つようになるんじゃないかなと思いますそれと、まあ、それはあのお店のなんかウェブとかを見て、うん、一番最初にねこれをまずやったらいいんじゃないかなと思って、えー、今ねそういうふうにお話ししましたで え次がですねうんとこれは S さん自体の内面の問題かなと思うんですけどうんとまあ、よく言う話で付き合ってる人や、えー、お店に来る人っていうのは自分の写し鏡だっていう話をよくすると思うんですけどその売り上げが立たないっていうことは結局まあ経営がうまくいってないうんとまあ、稼げてないっていうことだと思うんですよね。でもう単純な話 えー、人付き合いを変えるんですよ、うん、でこれは僕の友達がもしこれ聞いてたらすごくショックを受けるかもしれないですけど僕はそうですね初めて10年目10年目行くか行かないかぐらいの時に結構意識的にあのー、それまでの友達と少し疎遠にした時期があります意図的にやりましたこれは。で なんでかって言ったらその時の友達っていうのはまあ中学校高校からのまあ同級生とかその連れとかねそういう人と結構ね週2回とかあって飯食いに行ったりとかっていうのをしてたんですけどやっぱりあの高校ぐらいまでの友達っていうのは高校までの空気感なんですよね、うん、でまあ当時若かったですし誰も結婚もしてなかったし 子供も当然いなくてまあ会えばなんかこう仕事の愚痴とかねなんかそういうまあ、くだらない話を結局するんですけどやっぱねそこって、まあ、居心地はいいんですよ楽だし変なねなんかなんかこうしがらみの話もないしねなんかくだらない話をしてるばしてればいいっていう世界なんででもそれってね、あのー 事業を持ってビジネスをしようって思ったらすごく邪魔なんですよねだからまあずっと邪魔なわけじゃないですよある程度うまくいくようになってからはまた今まで通り付き合えばいいんですけどやっぱりその泣かず飛ばずの間がずっとあるなって思ったら何かしらを犠牲にして何かしらをこう変えて 新しいものをこう取り込まないといけないので人間のキャパシティってもう限りがあると思うんですよだからやっぱなんか新しいこと始めてそれを成功させようって思ったらやっぱりそれまであった何かを手放さなきゃいけない時期があると思ってでそれが僕の場合はなんかその昔ながらの人付き合いだったのかなって今思うと思いますでそういう人とじゃあ えとまあ、付き合いをちょっとね疎遠にしてどういう人と付き合えばいいかっていうともう自分よりも上の人格上の人、まあ、できれば尊敬できる人、うん、そういう人と付き合うようにしてもちろん儲かってる人も、えー、その中にね取り入れて何をしてるかっていうのを真似するんですよね本当にあのー、真似できるところから。 例えば仕事中ねその儲かってる自分が尊敬する人が仕事中はいっつも同じ服を着てるユニフォーム化してるんだったらスティーブ・ジョブズみたいに自分もじゃあ服の数減らして作業中だけはこの T シャツを着ようとかこの靴を履こうとかなんかそういうところからその儲かってる人のマインドを盗むというかね自分にこうインプットしていくとその意味がだんだん分かってくるんですよね。でそそうううするとお金の流れもそういう人 と似たよううななものにこっっていっていだんだんそのお金に対する考え方とかあの時間に対する考え方も似てくるんですよ。うん、それですごくねなんかあのー、変わっていきましたねその仕事あその時間を経てから僕は3年間ぐらいなんかそういう感じで今までやってたダラダラした生活をちょっとね変えてなんかこう儲かってる人を観察するように ししましたね、うん、でなるべくレベル高い人で当然相手にしてくれない人もいたりするんでまあ、そういうところはあんまりこうねおんぶに抱っこせずあの傍観しながらああなるほどなっていうとこだけ見てるっていう、うん、なんでね人付き合いを変えるっていうのは一番手っ取り早くって一番お金がかからないしかつ一番効果があったかなと僕は今思うと思ってます。 なのでね、あのー、よくね、業者さんとか集まる席でも、あのー、儲かんない仕事しかしない人とかいるじゃないですか、いると思うんですよ、多分 S さんの付き合いのある方なんかも。儲かんない者同士が寄ってたかって、儲かんない話したって、えー、絶対儲かんないんですよ、<laughs> これは。もうね、堂々巡りになっちゃって。 うんで人のせいにしたりとかねなんかこう材料費が上がってとかねそういう話ばっかりって結構多くないですかんで僕はねそれが多くてほとんどね同業者さんとか付き合いないですね。決してみんなが儲かってないわけではないと思うんですけどなんかその同じ話ばっかりで。 例えば僕みたいになんかこの YouTube 始めてみたとかねなんかあと新しいなんかこう自分ところのブランド作ったんだよとかアイテム作ったんだよっていう人あんまりいなくてまあ多分ある程度の稼ぎの水準で止まっちゃってもうもうそれ以上欲がないのかもしれないんですけどあの僕は意外と欲深いので欲しいもの全部欲しいタイプなんですよねなんとかしてうん。 えと自分の事業を使って何ができるかって考えてるうちに今に至ったんでなんでねまだ欲しい車とかバイクも多々ありますしなんかまあ全部を成功できるっていうか手に入れることはできないのかもしれないですけど今は本当にだから欲しいものとか欲しい時間を得るためにどういうことができるかなと思ってそれでまあ要は自分ところを発信でシート作ったり。 で最近はポルシェのお客さんがすごく多いので、えー、そういうねポルシェ乗りの方とかに喜ばれるなんかグッズとかアイテムを作れないかなと思って、うんいね、今年はそれで活動してるっていう感じなんですけどだから人付き合い変えるっていうのはねすごくえっ、ー、と,と思いますそれでね、えー、最後。 これもまたちょっと気持ち的な話になるのかもしんないですけど、えっ、ー、とね、難しいです。お金を負わないってことですね。うん。あの、まあ、売り上げが立たなくて、規模も縮小して、今、在宅になったっておっしゃってるんで、お金を負わないっていうのは正直難しいのかもしんないんですけど、これもね、僕の体験談で言うと、僕も最初、えっ、ー、と、 青梅まあ東京の青梅っていうところに工場を借りてねそれはえっともうこの仕事始めて10年10年じゃないな6年ぐらい経った時に一度、まあ、地元の東京の日野市ってところから、えー、工場で車のシート内装がやりたくて大きい工場を探してたらたまたま青梅の山に、えー、見つかりましてで移転してねやりだしたんですけど。 とにかくね、あのー、もう売り上げを上げないと、お金を回収しないと絶対やっていけない金額だったんですよ。当時、工場借りるのだけで月に20万ぐらい払ってました。それで、近くのアパート借りてプラス4万、だから、えー、家賃だけでね、月24万払ってたんですよ。で、まあ、これってもう、恐ろしいことじゃないですか、今考えたら。なので。 当然ね今みたいにサーフィンなんかする暇全くないしもう朝から夜まで、えー、工場行ってその自分のね売り物のシート作って今月分とりあえずこれだけ売り払えば、えー、売上が立つなとか考えてとにかく作業作業の繰り返しで時間が全くなかったんですよね。それでまあふとした時にこの仕事の仕方をまあ5060までや,やれるのかって自問したらまあ無理だしやりたくないと。 思った時にじゃあどういうふうに、あのー、仕事の仕方とかね考えればいいかなと思ってで、えー、自宅兼工房みたいなのが構えれたらそのねあのー、家賃が圧縮できて時間もできるんではなかろうかと思ってで米軍ハウスを探したら出てきたのがあの米軍ハウスということでなので。 そうやっているうちにまあこうね時間がだんだんこうでき始めたんですよね家賃が圧縮されて仕事の仕方は今までと同じじゃなくて効率がだんだんこう良くなってねそうすると空いた時間ができたからあこれはサーフィンできると思って始めたんですよねサーフィンをだから僕はサーフィン35歳とかから始めてるんですけどでそれからというものですねお金をあんまりこう考えずとも まあなんか月の家賃とかは楽に割と今までより楽に出るなって思ったんですよね。でお金のことをあんまりまあ考えはするんですけど考える時間が減ったというか考える必要がまあなくなってきてまあ決して儲かってるまあ儲かってはいるんでしょうけど自分の手を動かさないとねお金が生まれないのでまだ。うん、でもその工場を借りてたね月24万家賃払ってた時に比べれば全然時間に余裕ができて。 でそれからはですね僕はもうサーフィンとにかく没頭してサーフィンするためにえ仕事の段取りを決めて今月分こんだけえ売り上げできたらこんだけ休めるからじゃあえこの期間だけはもう海の方に行っちゃえみたいなのとかもありましたで結局これってねお金を追ってなくて要は自分の時間をいかに確保するか考えた結果お金も生まれるっていうこう 好循環がででききてきたんですよね要はルーティーンができて、えー、時間を作るってことがお金を生み出すことの何て言うんだろうなこうモチベーションになってったというか、うん、結果的にお金が生ま,れ生まれるっていうか仕事ちゃんとしてお金を回収するようになって売り上げが立つようになったっていうだから、うん、とまあサーフィンやれとは言わないんですけどやっぱりもし S さんがなんか趣味的なものがないんだったら。 えー、仕事とは全く別なものを没頭できるものが何かしらあればもうそれに没頭するでそれを頑張るためには当然仕事しなきゃいけないから、えー、と仕事のこともしっかり考えなきゃいけないと要はまあ真面目に遊べない人は真面目に仕事できないっていうのと同じことだと思うんですよねだからこのなんかスパイラルにうまくはまれば、あのー、あいつ何で働いてねえのに。 あんなねえっと遊ぶ時間あんだろうみたいなことになってくるんですよねだんだんなのでまあざっくり三つにまとめてみましたけどこれはまああくまで僕の、えー、今までの経験から、えー、出てきたね三つのなんかこうやこれをやったのかな俺はっていうなんかうっすらとした考えなんですけど まあ長くもなっちゃってねなんかこうちょっと話がどちらかったかもしれないですが僕が一応まあ16年やってきた中ではなんか3つの軸はこれででこれを機にうーん時間もできてお金もある程度稼げるようになってっていうふうにシフトしてったと思いますなのでねでもこれに気づいたのはもう10年ぐらいやってから なんですすよねで遅いいと思いますもっと早くに気づいてうまくビジネスしてる人はたくさんいてもっと先に結果が出てる人なんかいっぱいいると思うんですけど僕はなんかこう考えるより先にね行動してしまうタイプなんでまあ結構遠回りした部分もあったかなと思うんですけどでもまあ始めたのが24からだったんで40ぐらいでなんかその境地にこうねた,たどり着けてというか来、あのー、れて。 うんと自分のそのまあビジネスとか仕事の仕方がカチッと決まったのは良かったかなと思うんで全然 S さん今からね遅いなんてことは全くないし5年間やれてたらうんまああと12年で潰れるとかっていうのはよっぽどなことがないとないとは思うんですよ。できっと 今よりももうちょっとこう先のビジネスがしたいっていう感覚だと思うんですねビジネスがしたいというか、まあ、稼ぎを増やしたいとか,、うん、だから全然5年から5年目まで得たものと今の僕の言ったこのまあアドバイスというかこの3つとかをまあ考えながら今後もやっていったらきっといい方にこうシフトしていくと思うんで、えー、全然なんかねこの悲観することもないし。 そもそもだって事業を始めて3年で潰れる店なんていっぱいあるんでねだからもっとん自信持って、えー、頑張りましょうお互いにという感じで、まあ、こういった感じの話僕ね意外と好きなんでもしなんかあのー、質問まあ質問というか相談というかねある方いらっしゃいましたらぜひぜひ、えー、メールメッセージいただけたらと思いますんででは今回はこの辺でまた